ひろゆきさんは合唱に対してどういう印象は思い出がありますか？時間の無駄だと思ってましたね。あれ何だったんですかね。なんだな。歌の歌い方って、多分音楽の時間にちゃんと教わってる人僕聞いたことないんですよね。人がボイトレを受けてるのとかを横で見てて、あ、歌の歌い方とか声の出し方ってこういうのだっていうの僕それで、まあ大人になってから分かったんですけど、それを音楽の授業で聞いた試しがないんですよね。なんかみんな勝手に歌えって言ってなんか勝手な声出して、上手い子は上手いんだけど、もう最初から上手い子は上手いだけなんだよ。別に下手な子どうやったら上手くなるかを全然教えてなくて、ただなんかわー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 言ってて、で、そのなんか、ブレスを切るところとか、その、教えてもらうんだけど、別にそれって、はい喋って、はい黙ってっていうのだけで、その、音を合わせるとかのやり方全然教えてもらえてないんですよね。なんだったのだろうあれって、未だに思ってるんですよね。で、なんか週に1時間音楽の授業とかあるじゃないですか。で、週に1時間ボイトレしたら、大抵の人2、3年で歌めちゃくちゃ上手くなりますよ。その、歌ってコツなんですよね。要はその、高い音出ませんとかで、その、要は軌道に対して、その声が出るのを声帯をどう震わせるかなので、その高い音をきちんと出そうとするには、まず姿勢を良くしなければいけないっていう。そこのまっすぐこう、軌道がこう開くようにして、で、あとその背筋とか腹筋を使って大きな声を出し続けるっていう。なんで姿勢がいいっていうのと、あとその肺活量が大きいっていうところが割と重要なんですけど、っていう基本的なことすら音楽の授業ってやらないじゃないですか。で、その、じゃあ、高い声で歌ってる歌詞とかみんな見ると、ちゃんと姿勢いいんですよ。そう、猫背でこうやって歌う人って玉木宏ぐらいしかいないんですよ。あいつ天才だから真似しないでください。なので、基本的にはみんな歌の前オペラ歌詞とかって、必ずこう、背筋まっすぐにして、ちょっと上向きでこう歌うんですよね。こう楽譜持ったりして。っていう、その、至極当然なことすら教えないっていうので、あいつら本当給料泥棒じゃねえかなと僕思ってるんで、音楽の教師ってあんま好きじゃないです。時に頼りなく心は揺れる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。